グローカルクロストーク、イエーイ、イエーイ。はい、このコーナーはグローカルマーケティング採用チームの私、遠藤大志が社内のいろんなメンバーからお話を聞いていこうというコーナーです。今日はトキコクラブ企画室から星野さんにお越しをいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トキコ企画室からは初登場ということで、はい、はい、そうですね。めちゃめちゃ気合入ってるみたいなんでめっちゃドキドキしてます。リラックスしていろんなお話聞かせていただければなというふうに思います。トキッコってほら、このトキッコクラブ自体がメディアなんで、はい、意外とトキッコクラブの人って何してるのみたいなフォーカスってあんまりないと思うので、そうですよね。なんか今日はそんなお話をいろいろと聞いていければなというふうに思うんですけれど、はい、お願いします。でも星野さんといえば、はい、もともとは伝説の採用担当だったんですよね。そうです。そう、伝説かどうかは分からないですけど、何を隠そう、私を採用していただいた時の採用担当は確かに、はい、星野さんだし、他にもね、いろんなこれまで登場してるメンバーも含めて、はいはい、いろんなメンバーが星野さんに採用していただいたと言っても過言ではない。いやいやいや過言ですか。過言です、まあ、ですけど、はい、そう、それで、はい、星野さんからあのが採用担当としてもともとずっと立っていらっしゃって、もともとはうちに入る前はどんなことしてたんですか。はいはい、あ、そうですね、ここに来る前はやっぱりこう、大学生の就活のお手伝いをしていて、はいはい、それこそ合同企業説明会とか、今はちょっとなかなかできなくなってきてるんですけど、そういった合同企業説明会を企画したりとか、あと大学 の、 学生向けにセミナーを企画したりとかっていうことをしてました。あ、就活セミナーみたいな。はい、そうです、そうです。そうなんですね。はい、なんかでそういうキャリアみたいなところに携わる仕事をずっとしてこられて、はい、そうですね。うちに入ったきっかけも、はい、採用だったんですか。はい、そうですね、まあ採用担当としてみたいな。そうですね、もう採用担当として、まあ、そういった経験が生かせればと思って、はい、入社しました。そっか、そういう感じですよね。はい、そうなんですよね。そうですよね。はい、で、まあ、採用長らくやっておられて、はい、え、採用の仕事どのぐらいやってたんだろう。6年とか。そうですね、そうですよね。入社、ここに入社してからずっと採用担当してたので。そうですよね、はい、なんかときっこの仕事してるのは、はい、最初やっぱね慣れなかったですもん。ときっこなのって面白さ、採用、ね、はい、未だに言いますもんね、採用チーム来ますそうそうそう、ありがたくお声掛けいただいて、本当に、はい、いつでも戻ってくるの待ってますんで。で、はい、お子さんご出産されたのがきっかけで、はい、まあ、産休育休に入られて。そうですね。でご復帰されて、はい、そこからトキッコ。そうですね、そうなんです。2年前に、そうですね、出産して戻ってきた時から、まあ、子育ての経験を生かしてできるっていうところでトキッコの方に移動させてもらって、うん、第3子ですね。そうですね、もう3人のお母ちゃんで、はい、最近なんかやたら社内で母ちゃん、母ちゃん呼ばれてますよね。母ちゃんキャラがだんだん、そうそう、今井さんについに母ちゃんって呼ばれるようになったんで、いや立派だなって感じですけど、あれセレブなママを目指してたんだけど思ったのと全然違う。確かにセレブなママだったら母ちゃんって呼ばれないと思うんで。でもそうですよね、でもそういうご経験あられて、今ときっこはだからみんなママさんがね。そうですね、企画室の運営というか、はいはい、本当にメディア運営もそうですし、はい、まあ、ときっこクラブという、まあ、事業そのものを、まあ、支えてくださってるわけですけれど、はいはい、あ、まあ、ときっこの話に移る前に、でもその入社前、はい、産休育休前後でなんか違い感じた部分とかあります。会社について。会社、ああそうですね、もうかなり勢いがやっぱりすごくて、まあ復帰前はもちろんありましたけど、まあ、復帰後はさらに皆さんがパワーアップしてた気がして、でもなんかここに戻ってこれるかなっていうのは、産育休中にやっぱり遊びに来たとか顔を出した時にはそう思います。若干不安みたいなことですか。そうですね、そうですね、意外取れるのかな、このスピードについていけるのかなみたいなのはありました。
やったなみたいな感じだと思ってましたいやいやいや、あ、でもそうだったんですね、はい、いやでもそんなの微塵も感じさせない獅子奮迅ぶりなような気がしますけどね、まあ、はい、その新しくねご入所された安藤さんとか、はい、そういう射撃の浅いメンバーとかも一緒にやっているからますますこう、はい、引っ張っていかないとみたいなところはあるのかなと思いますけど、まあでも今ときっこクラブ企画室の、はい、リーダーというお立場でいらっしゃって、はいはい、企画室ってぶっちゃけどんな仕事してるんですか？あ、そうですね、なかなかね見えづらいところもあるかなと思うんですけど、基本的にあの会員の皆さんに新潟県内のおすすめのスポットだったりとか、はい、あとはあのトキコクラブのサポート店っていうのをご紹介させていただいているので、はい、そういったページの制作だったりとかお店のご紹介のページの制作だったりとかっていうのをあの主にメインでお仕事してるかなって、まあ、それに付随していろいろやってはいるんですけれど、まあ、メルマガ作ったりとか、はい、そうですね、はい、それこそ今はもうトキコもアプリになって、はい、アプリもぜひ皆さんダウンロードしていただければというふうに思うんですけれど、はい、アプリと、まあ、ウェブサイトとで出してるお出かけ情報とか、はい、ああいう情報を要は取材されて、はい、そうですよね、取材から記事作って、ね、みたいなことを、はい、ママさんスタッフがみんなママ目線で取材しに行って、はい、子供たちここを楽しんでくれそうだな、うん、こういうことは気をつけなきゃだな、はい、みたいな、はい、そうですね、のをまとめてらっしゃるっていう、はい、そうですね、はい、こう自分のやっぱり子育ての経験が生きる瞬間とかってあります、うん、はい、あ、もうすごいそれはたくさんありますよね。もう普段から使ってるお店はここサポート店にいいんじゃないかぜひなってほしいなって思いますし、はいはいはい、ありますよね、はい、なんかこうお客様のページを依頼いただいてページも作ってる時に、はいはい、ここ家族で行ってみたいなみたいなのとかも逆にね、作りながら自分のプライベートを自分の子供ここに連れて行きたいみたいな、はい、公園とかもね、それこそいろんな県内の公園いろいろ行かせてもらっていて、はい、ここ子供と一緒に来たら楽しいだろうなみたいなのとかを想像しながらやってるとすごい楽しいです、うん、はい、あのラウンジ、トキッコラウンジっていう、はい、年一でね、はい、あの出しているフリーペーパーの、はい、あの内容ももうほとんど企画室のみんながこう取材に行ってくれたりとかっていう風にして出来上がっているものなんで、はい、社内のメンバー、はい、子育て中のメンバー多いんで、はい、休みの日にそれを元にお出かけするとか結構ありますよね。そうですね、それを見ながら、そうそう、あの公園行ってきたよみたいな、はい、うん、そうですね、会話が社内であったりとかもするんで、はいはい、なんかそういうのがこう身に染みてやっぱ分かりますよね、うん、そうですね、やりがいじゃないですか、やっぱり、うん、なんかこうそういうふうにこうお仕事されてる中で、うん、はい、まあ、なんていうんですか、やりがいというか、はい、なんかこういうのが楽しいとか、はい、こういう瞬間嬉しいみたいなのってあったりします、はい、うん、そうですね、あの企画室のメンバー4人いるんですけど、みんな子育て中で、ちょっと子どもの年齢は様々なんですけど、はい、やっぱりその、仕事の話から時々はやっぱり子どもの話、うちの場合こうだよねみたいな、うちの場合はこうなんだよみたいな話がこう時々どころじゃないですしょっちゅうむしろその話がメインだと、そういうなんか情報交換だったりとか、はいはい、お互いね、こういろんな共感したり同感したりするところがあって、そういうのも楽しいなと思いますし、はいはい、あと、まあ、ご依頼いただいたお仕事の中でやっぱりママ目線でどうかなっていうのを常に考えるようにしていて、そういったところもやっぱりみんなメンバー同士でこう意見を出し合って、あ、やっぱそうだよね、こうだよねみたいなことで話がこうやっぱり落ち着いてまとまっていくと、すごい、うん、あ、よかった、楽しいなっていうふうに達成感はありますね、うんうんうん、確かに。でもそのお客様から我々ってこう、まあ、広告というかをお預かりして、それを要は子育て会員の皆さんにお届けするっていうのが、まあその流れじゃないですか、仕事の流れとしてはそうですけれど、ただお客さんが出したいものを出すじゃなくて、ママにとって価値あること、子育て家庭にとって価値あることが本当に一番ね、そのクライアントにとっても、はい、こう子育て方にとっても一番喜ばれることだから、うん、そうですね、はい、そういうところは、はい、やっぱもう無意識にそういうふうに目がいくっていうことなんですね。そうですね、うん、もう常に、まあ、自分ももちろん
子育て中なので、そういったところではママ目線の、内容ができるかなと思いますし、うん、やっぱりそういったところでママさんたちによりよく知ってもらいたい、より楽しく分かってもらいたいみたいなところが、まあ、経験も活かせるのですごい楽しいなって思います。はい、なるほど。なんかもうコンサルですね、もはやそれって。でも そう、はい、いうことですよね。はい、まあ、うちってもともとというか、はい、何が元とかじゃないですけど、はい、マーケティングコンサルティングをしてるからこそ、はい、そういう目線持てるみたいなところってきっとあるじゃないですか。うん、そうですね。そこはすごくこう価値あるところですよね。はいはい、ときっこクラブは、あの、はい、何気なく言ってましたけど、サポート店っていうのがね、あの、はい、会員証を使えるお店で、あ、そうですね、はい、今県内に何店舗ですっけ？今1200店舗、約1200店舗ですね。すごい。はい。なって、はい、今、子育て世帯の会員数が、はい、8万世帯。約8万世帯というところで、はいはいはい、もう本当に日々こうメディアとしても大きくなっている中ですけれど、はいはい、なんか星名さん的に、今後ときっこをどうしていきたいみたいな、はい、展望とかってあるんですか？そうですね、今後ときっこクラブを、まあ、もっと、県内の企業さんにもたくさん使っていただきたいですし、でまた子育て家庭の方々にもたくさんこう知っていただいて、やっぱり企業さんと子育て家庭をもっともっとこうつなげていっているような、よりつなげていくっていう感じで、はい、あの知りたい情報と知ってほしい情報とそういうのを、マッチさせて、もっともっとこう子育てを楽しく充実して過ごしてほしいと思いますし、まあ、新潟県のね、ゆくゆくは人口が増えるように、あの子供の数が増えるように、それね、いいですよね。やっぱりそれが大きな目標かなと思います。はい、いいですね。今ね、こういろんな、それこそアプリが始まったりしたのもあって、はいはい、こうアプリ、ウェブ、はい、まあ、紙と、まあ、郵送での、うん、DM でのご連絡とかっていろんな手段ありますけれどね、はい、またこうイベントとか開催できるようになっていくと、今ね、こういう感染症下の状況ですけれど、はい、なっていくとまた嬉しいですよね。うん、そうですね、直接の企業さんと子育て家庭が触れ合えるような、そんな機会もあったらいいなとは思います。うんうん、そうですよね、はい、ぜひそんな日を待ち望みながら過ごしていければなというふうに思います。はい、はい、はい、今日はいろいろとお話を聞かせていただいてありがとうございます。結構こういう、まあ、星名さんみたいに、はい、ママ社員としてね、企画室だけじゃなくてコンサルタントとかプランナーでもママ社員とかその子育て中のメンバーって本当に多くいるので、はい、ぜひなんかその子育てと仕事の両立ってどうなのみたいなところ気になる方はね、はい、お気軽にご連絡いただいてお話しする機会とか作れるととってもいいなっていうふうに思いますので、はいはい、どしどしご連絡お気軽にいただければな、はい、そうですね。もう弊社は子育てしてる社員もたくさんいるので、そういったところでは本当子供が風邪ひいたとか急に何かがあったっていう時にはお互い様なので、大事にねってこう本当に心から言えますよね。そうですね、心から言い合える環境だからすごい私はやりやすいなというふうに思ってます。元採用担当の意地が出たみたいな、はい、最後になる言わせてくれみたいな、そうそうそうでした。はい、でも今日はいろんなお話を聞かせていただいて、はい、ありがとうございました。ぜひ高評価、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。